外国語を習得するための一つの効果的なやり方なんですけど、これは基本的にはその教室内のやり方です。一人でやるときはなかなかこれができないんですけど、私が一番いいなって思うのはカルタです。カルタが一番いいです。で、カルタはめっちゃ面白いです。どういうふうにやるかっていうと非常に簡単なんですよね。その机の上にカードを、絵が描いてあるカードです。あの写真でもいいですよ。カードをまあ20枚くらい、2、30枚パッと置くわけですよ。例えばその果物だったら果物のカードを全部バーって20枚くらいこう並べて、こう教員が言うわけですね。ピンゴピンゴピンゴって言うんです。そしたら生徒はピンゴのカードをパッて取るわけです。とかシャンジャオシャンジャオシャンジャオって言ったらバナナのカードをパッと取る。で、それを最後までやると、まあこれペアでやったり3人でやったりするんですけど、一番カードをたくさん取れた生徒が残るわけですよね。で、その人にこう景品を与える。例えばなんかそのシールみたいのをあげて、それをこうポイントカードみたいなのを貯めていく。で、そのポイントカードが一定程度貯まったらなんか景品をあげるとか、そういうことがすごい効果的だと思います。これ何がいいのかっていうと、一人でやってないってところなんですね。共同注意ってことなんです。これがジョイントアテンションってことなんですけど、つまり教員が例えばピンゴーと言って、ピンゴーっていう言葉を言うってことは、実生活の中で例えば母親が子供に対してジェシーピンゴーって言ってんのと一緒なんですね。これはリンゴだよっていうふうに言いながら示してるわけです。ジェシーピンゴー、つまり母親っていうのの意図は、つまりこれがピンゴアだっていうことを子供に示したいわけですよね。自分がピンゴアに対して注意を向けている。で、その注意を子供にも共有したいって思いがあるわけです。これがジョイントアテンションっていうことなんです。よく小さい子供が指差しっていうことをやるんですけど、まあ1歳くらいですかね、よく指差してるんですよ、いろんなものを。あっとかって言って、具体的なものの名前を言えないんですよ、まだ1歳くらいだと。あっとかって言ってこうやって、あ、1歳じゃないですね、もっとちっちゃい時ですね、生後何ヶ月かの時にあーって言いながらこうやって指さすんですよね。で、あーって言って、例えば花を指さしてた時に、その幼児が指さしてるものを母親も一緒に見るわけですよね。で、これが共同注意なんですよ。幼児が関心を向けているもので、幼児が他人と関心を共有したいと思っているものに身近な人が一緒に関心を向ける。あ、お花だね、綺麗だねって言って、その思いに共感するとか。例えば、まあ、車でもいいですよ。車が走ってて幼児があって言ったら、あ、車だねって言って、危ない危ないって言って、こう幼児をこう引き寄せるっていうか、そういうことですよね。まあ車って言わないかもしれないですね。ブーブーって言うかもしれないです。あ、ブーブーだね。危ない危ないって言ってこう引き寄せたりする。っていうのが共同注意なんですね。ジョイントアテンションです。で、このカルタっていうのが実はジョイントアテンションなんですよ。だからその誰かがピンゴーって言ったっていうことは、ピンゴーっていうものに注意を向けなさいっていうことなんですよね。その発話者はピンゴーに注意を向けてほしいわけです。で、いっぱい置いてあるそのカードの中で、どれがピンゴーなんだろう。あ、これだって言ってそのピンゴーを取る。っていうのが共同注意と実は同じことをしてるんです。で、こういうことをやっていくと、音と意味が一致するんですね。ピンゴーっていう音はリンゴなんだってことがわかるわけです。リンゴっていうか、この赤い丸い果物だってことがわかるわけです。これって、実は、なんていうのかな、そのピンゴーっていうことが発音できる必要はないわけですね、全く。じゃあピンゴーって言ってごらん、ピンゴーってじゃあ言えるのかって、言える必要はないんですよ。だってピンゴーって音を聞いた時に、それがこの赤いものだと分かればいいわけですから、発音できる必要って全くないんですね。だから例えばじゃあ架空の言語でジガーっていう音が、ジガーっていう音がその赤い物体と一致するのであれば、ジーガーでもいいわけですよ。ジーガーがリンゴと一致するっていう
そのこの狂気関係ですよね。これが繰り返されれば、人間はジーガーって音を聞いた瞬間にピン、そのリンゴに値するもののカードを取れるようになるわけです。だから音と意味の関係っていうのは何の法則性もないっていうか、それは慣習的に決まってるものに過ぎなくて、別にピンゴじゃなくてもいいわけですよ。リンゴと言ってもいいし、アポーと言ってもいいし、ジーガーと言ってもいいし、ピンゴーと言ってもいいわけです。その音が指し示すものと、そのものが一致すればいいわけです。それを音として一致させるわけです。音として一致させる。で、それを誰かと一緒にやるっていう、このジョイントアテンションズっていうのが非常に重要なんですね。これは単語レベルに限らずなんです。例えば、例えば最初ピンゴってその単語単位でやってたのが、チンゲーをピンゴでもいいわけですよ。チンゲーをピンゴって言われたらピンゴを取る。リンゴをくださいって言われたらリンゴを取る。チンゲーはサンがピンゴって言われたらピンゴを3個取る。例えばその時はその果物を1枚だけじゃなくていっぱい置いとくわけです。5枚ずつくらい。で、チンゲーは3がピンゴって言われたら3個取るとか。あるいは何かその会話の場面を絵にしたものでもいいですよね。会話の場面を絵にしている。ニハオ、ニハオっていう風に教員が言ったら、そのニハオ、ニハオ、こんにちはって挨拶をしているところを撮るとか。シュファンって言われたら食事をしているところを撮るとか。シュエジャオって言われたらその寝てるところを撮るとか。いろんなやり方があるわけです。で、例えば、これは最初はその絵でやるんですけど、絵じゃなくてもいいわけですよね。文章、文でもいいわけですよ。反正我知道。反正我知道っていう言葉があるんですね。これは中南上市って映画に出てくるんですけど、反正我知道。まあ、でも知ってるもんみたいな感じですけど、このでも知ってるもんっていう言葉を書いておくわけですよ。反正我知道って。あ、日本語でもいいですよ、これ。でも私知ってるもんって日本語で書いておくんですよ。で、反正我知道っていう音を言うわけです、教員が。そしたら、でも知ってるもんを取るんですよ。で、ブーハオ、例えばブーハオイズ。ブーハオイズって言われたら、ごめんなさいっていうのを取る。そういうこともできますよね。で、繰り返しますけど、反正我知道って言える必要はないんです。ブーハオイズって言える必要はないんです。それは全然違う営みなんで、それはおいおいやっていけばいいんですよ。だって幼児だって正確な日本語は喋れないですよ。これまじゅいとか言うわけですよ。私はこれをピノコ語って言ってるんですけど、手塚治虫のブラックジャックにピノコっていうのが出てくるんですよ。で、ピノコって舌足らずなんですね。ちゃんと喋れないんですよ。だから、幼児みたいな喋り方をするんですよ。これまじゅいとか、寒い、おちょっと寒いみたいに言うわけですね、幼児っていうのは。おそと寒いって言えないんですよ。この巣の音ができないから、茶になっちゃうんですよ。寒いねとか言うわけですよ。で、それは、発音ができないわけですね、正確な子供っていうのは。でも、子供は発音できなくても聞いて理解することはできるわけです。だから、喋れなくていいんです。発音できなくていいんですよ。まず大事なのは聞いてわかることです。ピンゴーと言われたら赤いのを取る。シエシャオって言われたら学校を取る。ボーハーイースって言われたらごめんなさいを取る。ニハオって言われたら会話している場面の絵を取る。そういうことを繰り返し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 やるわけです。で、我々は、例えばピンゴーって聞かれた時に、言われた時に、あ、ピンゴー。ピンゴー。あー、はい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 って言って、取るっていうことを日常のやり取りの中で繰り返してるわけですね。その第二言語の時は、これはみんな経験があると思いますし、私もよくやります。あれ、それってなんだっけみたいになるわけです。このそれってなんだっけっていうのは、意味と音が一致してないんですよ。まだちゃんと意味と音の間に断絶があるんですね。あれ、ピンゴ、ピンゴ、ピン、あ、はいはいはい。じゃなくて、ピンゴー、はい、あれねってなる、この、はい、あれねっていう、この、時間を、できる限り短くする必要があります。そのためには、自動化をしなきゃいけないんですね。ピンゴーと来たらこれ。ブーハーはいいっす。
ニーハオ、全部そうです。この音に対してこれっていう、この反射ですね、反射。火に触れたら熱い、氷を張ったら冷たいみたいなことですよ。そういうことをトレーニングしていく必要があるわけですね。でも、で、ここから重要なんですけど、それって、例えば大学の教養課程でカルタを使うのかっていうと使わないんですよ。なんでですか？大学生はそんな子供じめたことはしないからです。まあ中1くらいだったらするかもしれないですけどね、高校は絶対やんないですよね。それは子供じめてると教員も子供も思ってるからです。でもそれは違いますよ。あなたが、我々が今やっているその外国語のレベルっていうのは、極めて極めて子供と同じようなレベルなんですよ。向こうで言うと、幼稚園児とか小学生くらいのことを一生懸命勉強してるわけです。だから子供と同じことをやればいいんですよ。だからカルタです。で、私は高校とか大学でもこのカルタをやるべきだと思ってるんですね。例えば、リャンガダイイズボーとかって言って、二人ペア作ってって言ってたら三人ペアでもいいですよ。カードをばらまくわけですね。はい、カルタやります。現在開始、苹果。苹果、バン。桌子、桌子、バン。江泽民、江泽民、バン。毛泽東、バン。とか、そうやってやっていくわけですよ、いっぱい。で、それを、ただゲームとしてやるんじゃなくて、ちゃんと勝った人を評価していくってことが大事。これバカにならないんですよ。結構これ楽しいんですよ。盛り上がるんですよね、やっぱりこれ。こういうのって楽しいんですよ。で、例えば二人組だと、その勝った人に、じゃあ例えばシールをあげて、そのポイントカードみたいなのを貼っていく。で、いつも同じペアだと、そのできる子がいつも勝っちゃうから、それはつまんないわけですよ。いつも負けてる子っていうのは、どうせまた負けんだろうって思うから、そのペアとかっていうのを毎回トレードする必要があります。だからいつもいつも違う人とやるっていう感じ。で、トーナメントみたいにしてもいいですよね。どんどん強い人は強い人とやるとか、弱い人は弱い人とやる。で、みんなにチャンスが行くようにする。で、そのポイントが全部溜まったら別に何でもいいわけですよ。鉛筆とかでも。湯島天神の鉛筆でいいですよ。そういうのをあげるとか。じゃあその段位を作ってもいいわけですよ。10級、9級、8級、1級、初段とかってどんどん作ってもいいわけです。で、こうやってとにかく語彙を増やしていく。語彙とか表現、最終的には文章レベルになってきます。最初の語彙、あ、語彙っていうかもっと言うと音ですね。いわゆる音素。例えば、アン、オンっていう対立があるわけです、中国には。アン、オン、英語で言えば、あ、あ、え、うっていう対立があります。この対立だってカードでできるわけです。教員が、えって言ったらその、A と E がくっついてるやつを取るとか、あって言ったらその、A みたいなやつを取るとか、そういうのもできる。だから音の単位です。音素。次に単語。次にフレーズ。で、最終的には文になります。文。文になります。文っていうのは、ファンジョンをジダオみたいなやつです。ファンチュンを知道。この音の連なり、シークエンシスを聞いた瞬間にそれに相当する意味を取るわけです。で、当然これっていうのは間違いがあるわけですね。ピンゴって言われてバナナを取っちゃったり、ピンゴって言われてナンゴワを取っちゃったりするわけです。で、それっていうのは一致してないんですよ、まだ。なんか聞いたことあるけど、何だったっけっていうレベルなんです。だからそのお手つきっていうのも、当然あります。で、お手つきしたら一回休みとかってするわけです。で、こういうやり方をしていくと、意外に、思ってる以上に単語の習得は早いです。だから一回の授業で、例えば、まあ、一回、その30個くらいの単語をやる。で、それを、まあ一週間その30個やる。で、その次の週はまた別の30個やる。次の週はまた30個やる。ちょっと重ねていくんですね。その難しいものは繰り返しやるとかってするんだけど、その1週間ごとに30個くらいやっていくと、1ヶ月で100個はできますよね。で、100語やるわけです。まあ、100語っていうか100フレーズでもいいんですけど。で、これをやっていくと、
1年間で1000個くらいのものになっていくんですよ。1000個の単語とかフレーズができる。で、1000個って結構なレベルなんですよ、これ。これが耳で聞いてわかるっていうのは。で、私の脳内の計画では1年で1000個っていうのはあまりにも少ないんですね。それ何歳児レベルですかって話ですよ。2歳児だってもっと知ってるかもしれないですよ、もしかしたら。まあ2歳児、2、3歳児相当だと思います、1000個っていうのは。じゃなくて、最初の1年間でもう3000語くらい入れちゃう。だから、HSK で言うと5級とか、英検で言うと準2級くらいかな。まあ準2級くらいだと思うんですけど、そんくらいのある程度のところまで短期間で詰め込んじゃう。で、喋れなくていいです。その音を正確に言える必要はないです。それは日本人の子供やピノコがちゃんと喋れないのと一緒なんですよ。それはちゃんと喋れないのと一緒だよみたいに言うわけですよ、幼児は別に。それでいいわけです。でも何かきちんと喋るっていうことを最初の段階で求めるっていうのは私はナンセンスだと思います。人間の言語習得の過程っていうのはそういう風になってないですから。最初に彼らがやってるのは音の識別なんですよ。音を聞いてそれが意味するものをつかむっていうのが一番最初の段階で、ちゃんと喋れるっていうのはもっと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 後の話です、それは。ちゃんと標準的に喋れるようになるっていうのはもっと後の話です。この過程っていうのはだからひたすら聞き続けてるわけですよね。音を。音と意味が一致した状態で聞き続けるわけです、ひたすら。だから最初の1年間っていうのは全く喋れる必要はないと思います。ただ、ずっとただ聞いてるっていうのは退屈だから、そこに作業を入れましょうって言ってるわけです。この作業っていうのが、ジョイントアテンションズなんです。音を聞きました。うんうん、なるほど、ピンゴー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 。これは確かに、それはそれで必要だと思います。ただ、それだけだと飽きるんですよ。この飽きるっていうのが肝で、どうやったら人は飽きないのかっていうことを考える必要があるんですね。で、何か作業をさせればいいわけです。その音に対して何か反応させればいいわけです。だからそれがカルタです。ピンゴ、バン。不好意思、バン。反正我知道、バン。我们看海去、バン。そういうことです。そういうことを毎回の授業での中でやる。私が、まあ私は将来的にその中国語の教員になりたいと思ってるんですけど、私は教員だったら絶対それはやりますよ。たとえ生徒が70代のおじいちゃんでも、もっと若い人であってもやります、それは絶対。で、やるんですよ。で、これやると何がいいのかっていうと、実は学習者同士の人間関係も深まるんです。その一緒に何かをするっていうことは楽しいわけです。でも一般的に大学の教養課程の外国語の授業とかそういうのとほとんどないですよね。なんかもっと知的なことをやるわけですよ。一緒に何かを調べたりプレゼンしたりとか会話練習とか知的なことをやろうとするんですね。でももっと簡単なことでいいと思いますよ。子供がやることをやる。幼稚園児とか小学校低学年くらいの子がキャッキャ言って喜ぶことをやればいいんですよ。で、カルタっていうのは非常に有効です。で、実は私は子供の頃、小学生の頃、英語の塾にちょっと行ってたんですけど、同じことやってたんですよね、そこでも。例えば、スカイっていう音を聞いて、そのスカイ、空のカルタを取るとか。まあ有効なんでしょうね。ただやってましたけど、その塾って結局音の蓄積が弱いんですよね。あのスカイと空っていうのを一致させるようなことをやってないわけですよ、音の蓄積を。でいきなりカルタをやるからよくわかんないわけですよ。だから前提としてはちゃんと音の蓄積を入れるっていうこと、音と意味がくっついた状態でちゃんと入れてるってことが大前提です。だからその教室にいる全員がある程度できる、ある程度分かってるっていう状態を作る。その上でやればいいわけです。何でもいいと思いますよ。授業の最後でもいいと思うし、授業の最初にやってもいいし、途中でやってもいいし、これは非常に有効です。で、これは一人で学習してるとできないんですよ。当たり前ですけど。
だって自分でピンゴって言って自分でピンゴを取ろうとか意味わかんないじゃないですか。だから言語の学習っていうのはやっぱり人と一緒にやるのがいいんですよね。自分よりもちょっとできる人、まあちょっとできるくらいでもいいと思いますよ。まあ同じ程度でもいいですけどね。でその人に読んでもらうわけですよ、読み札。あ、百人一首と一緒です。例えばこの度はぬさもとりあえずたむけ山もみじの錦上のまにまにこの人を松穂の裏の夕なぎに役や申し子の身も焦がれつつみたいなことがあるわけですよ。これ私中学生の時にやったんですけど、中3の時に。それも未だに覚えてるんですよね。いや、百人一首全部覚えてるわけじゃないけど覚えてんですよ、一定程度。でこういう状況をその外国語でも作っておくっていうことですよね。だからカルタっていうのはものすごいいいです。で私は今考えてるのはこのカルタみたいなことを教員とか友達とかがいなくても一人でできるようなものを作りたいと考えてるんですね。そういうアプリみたいのを。だからランダムで音声が再生されて、その再生された音声に相当するものを自分でこうタップするみたいな、でピンポーンとかブブーみたいなのが鳴るようなアプリを作ればいいと思ってます。